始まるよ。準備はいいかな？このように不法行為にあっては、の一般不法行為に成立要件であるこの故意または過失の、今過失ですね、過失をめぐっては本来は、加害者の心理的な状態、主観的過失概念からこの立証の負担を軽減させるために客観的過失概念が採用されに至っていると。でしかも中間責任なんといって、法律上ですね、過失の立証責任を転換させる、被害者から加害者に転換させるようなそういう条文もあると。でそればかりか、過失の事実上の推定と言われる議論がありまして、ある一定の事実があればこれは加害者に過失があると推定するという、法律じゃなくてですよ、法律にそういう規定があるんじゃなくて、一定の行為類型においてはそういうことを起こして、事実を推定していいんだという法理がですね、裁判所で、もうこれ確立してると言っていいでしょうね。限界事例はどこにあるかというのはかなり議論あると思いますけども、さあちょっと見てみましょう。265ページの、ケース246です。1歳1ヶ月の乳児である A は保護者である X に連れられて Y によるインフルエンザの集団接種を受けたところ、その約20時間後に死亡してしまったと。で集団接種当時 A は肺炎に罹患していた、間質性肺炎だったですねと言われるやつで、私の調べた範囲で間質性肺炎っていうのは聴診器で間質性肺炎だ と、診断するのはかなり難しい、ものみたいですね。で、A は肺炎に罹患していたが、そのことと死亡との関係については不明であるということでございます。で、これ客観的、過失概念でこれ考えていくと、これ何を言わないといけないのかと、インフルエンザ予防接種するということによって、で、この死亡という結果ですか、これが発生し得ることを予見できて、その予見を回避しなかったということに、まあ、こういうことになってくるんでしょうね。だけれども、これ、インフルエンザ、打ったら、まあ、ほとんどの人がですね、問題ないわけですね。で、なんか10万人に1人が20万人に1人とか、ちょっと僕数字知らないですけども、ごくわずかの確率でやっぱり事故が起こってしまうと。で、このことについて予見可能性に基づく結果回避組違反というとね、これ、求めるのはちょっと無理だろうということになりそうですね。だから客観的過失概念だったらこれ損害賠償請求無理なんですよ。でこの時に、一審と二審ではこれ原告の請求棄却してるんですけれども、最高裁こういうこと言うんですね。再犯の昭和51年の判決です。予防接種を実施する医師が適切な問診を尽くさなかったため、予防接種を禁忌すべきものの識別を誤って接種を実施した場合において、その異常な副反応により接種対象者が死亡または罹病した場合には、予防接種を実施した医師には過失が事実上推定されるという、このお医者さんにしてみたら極めて厳しい判断されるわけですね。例えば、どうします。じゃあ10万回に1回事故起こるとしますか。そうすると10万人打つとですね、そのどっかで1個事故を起こしてしまうんですね。そうすると損害賠償請求認め、事実上推定されちゃうと。これあれでしょう、インフルエンザの予防接種の集団接種って、これ今任意ですから知らないと思いますけど、僕なんかちっちゃい頃ですね、小学校で授業してるとクラスでですね、なぜか普通の授業なのに体操服を着ないといけないんですね、その授業ね。で体操服を着て算数とか国語とか授業やってるわけですよ。そうすると隣のクラスからですね、学級委員の人がパーッと走ってきて、時間ですとか言われるわけですね。そしたらみんな列作って体育館に行くわけです。で体育館でこう並ぶわけですね。そうすると体育館の前の方、列の先にはお医者さんが一人ずつポンポンポンと注射を打っていくわけですよ。今考えたら恐ろしい話ですけれども、針なんか使い回しですよ。注射液入れると一人パッと打って、ちょっと入れたらまた次の人パッと入れて、あ、なくなった、はい次って、こうやって入れてるんですけどね。でそうやってるとですね、お医者さん、こっちは打たれるの一回ですけども、お医者さんにしたらポン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 とずっと打つわけですね。で毎日そんなことしてたら事故起こりますね。おそらくそのお医者さん、誰に打ったか、誰に打った時に死亡したのか、その人が死亡したのかっていうのは覚えてないと思います。それくらいの率なわけですね。でそれにその時に、私過失なかったんだと主張立証、過失が事実上推定されるから、
損害賠償義務に応じなければならないと言われたらこれ困るわけですね。でインフルエンザの場合にはこれどうも基金という形で被害事故が起こった場合にその基金から、賠償金を払うというようなシステムになっているようなんですけれども、そう聞いたことがありますが、この事実上の推定というのが、これインフルエンザの場合には起こるということですが、この判決自体には実は異論はありません。お医者さんがこれ困った話ですけども、最終的に賠償損害賠償義務を負うときに、例えばお医者さんが責任保険に入っているとか、それから基金に入っているという形で、救済する資金としては問題ないわけですね。じゃあちょっと今我々考えないといけないのは、じゃあどういう場合に過失の事実上の推定をしていいのかどうかというここでございます。でこれ難しいですね。いろいろな方法、まず一つ言えるのは、ごくわずかな確率で起こるわけですか。同じことをしているとごくわずかな確率で起こるんですが、で、それはもう定型化している行為ですよね。先進医療でうんぬんかんぬんとかそんなんじゃなさそうですね。で、そうしてみると他にこれと同じような例ってどういうのがありますかということですね。で、つまり過失の事実上の推定ということが認められているといっても、どんな不法行為でも過失の事実上の推定をしていいということにはならんのでしょうね。どういう場合にしていいのかということは、これまた考えていかないといけない。残された問題としては十分あるんですけれども、こういう手法すら、裁判所判決で書いてくるんだということです。つまり、話をまとめますと、主観的過失概念からスタートすると。だけれども、その、原告である被害者に、過大な立証の負担を課すから、規範的概念としての主観的過失概念を足らずに、今日では客観的過失概念、つまり予見可能性に基づく結果回避義務違反というこういう判断を下す。だけども、それだけでも足らず、法律の条文によって過失を、加害者の側に推定させるような法律上の規定もあれば、こういった、この、昭和51年の最高裁の判決、インフルエンザの予防接種ですね、これに見られるように、一定の行為を行った場合には過失事実上、法律にそんな規定ないのにね、事実上推定していいんだというこういう法理まで出てくると。でくどいですが、この機能としてはこれ被害者保護でしょうね。でもやろうとしていることというのは、なんでそういうことをしていいのかという話ですが、これはやっぱり過失の立証の難しさということになろうかと思います。まあここは本当くどいですけれども、いやいや被害者保護のためにっていう言い方する人はいるんですけれどもね、卵が先か鶏が先かという議論ですね。つまり立証の負担から解放させるためにこうした法理が編み出されたのか、それともそれ被害者の保護のためなのかという、そこは少し皆さんで考えてみていただきたいと思います。くどい、私が今日話している内容だと立証の負担から解放させる、そういう解釈技術なんだという文脈でお話ししたつもりでございます。 Oh!